隣町まで行くか。これだったら電車だな。だいぶ歩くことになるが、勘弁してくれな。車とかない。あいにくと、免許を持ってないんでな。こんな職やってんだ、安定した金は来ねえ。そう？というか思ったが、お前いくつだ、歳は？ 12。だったら小6か中1くらいか。学校とか行ってるのか？お金がない。それマジで言ってんのか、魂魄財閥なのに。そもそも、本当に関係してるかなんて、一言も言ってない。そりゃそうだ、悪うござんしたな。気にしてない。ほんとお前12歳か、落ち着き方すげえぞ。やってることがことだから、よく言われる。ことがことねえ。それって、教えてもらえたりするのか。話しても信じてもらえない。多分。でも、策だっけ。デビルハンターなんでしょ。ああ。だったら信じてもらえるかも。誰かから聞いたのか、俺の裏の仕事の話。血の匂いがするから、なんとなくわかった。そんな匂いするのか。うん、私鼻は敏感だから。へえ、こんな不要無。こいつただのガキじゃねえな。一体何者なんだ。さてと、駅に着いたが、お前、金持ってるのか？ない。じゃあねえ、買ってやるか。飲み物とかいらないのか？いらない。あっそ。ふう、席が空いててラッキーだぜ。この場所に、心当たりとかあるのか？ないけど、予想はできる。その前に。おいおい。こんな場所で構えるって？消えた、か。何かいたのか？いた気がしたってだけ。ふん。またここか。アスカがいるところだな。さてと、位置情報を頼りに行くとするかな。こっちか。ああ、公園かよ。公園だね。さて着いたのはいいが、ここからどうするかだな。送り届けて。帰っていいものか。あの野郎に電話するか。ちょっと席外すよ。待っててくれ。わかった。おう、俺だ。指定の場所に着いた。これからどうすればいい？何か依頼主は言ってないか。もうしばらくしたら迎えが来るみたい。そこでお金を渡すんだって。おう、それじゃあ暇つぶししとくぜ。ええ、それとどう？その子の様子。何か変わったことはある？ただのガキじゃねえことは確かだろう。妙な話もしたしな。まあそれに関しては、帰ってからするよ。オッケー、じゃあ頑張って。暇つぶしを頑張れってか。酷な話だぜ。たく、いつになったら来るんだ。住所作っておくべきだったな。業務、腹減ってねえか。確かに減った。はあ、さっさと来いってんだよ。いやー、お待たせして申し訳ない。仕事が長引いてですね。すみません、お待たせして。マジで待ったぜ。いくら依頼とはいえ待たせすぎだ。って、こいつと引き換えに金だろう。こちらに。よし、ちゃんと入ってる。これはもらっていく。どうした用務、帰るよ、家に。どういうつもりだ。迎えというのはそういうことなのか。何を言って？花がいいってのは本当らしいな。おい、依頼主さんよ。迎えってのは？あんたのことじゃないだろう。俺たちを迎えに来たってのは。この悪魔どもか。バレてしまってはしょうがない。悪魔どもよ。業務とこのデビルハンターを抹殺しなさい。はぁ、あ金を渡してその代わり命を渡せってか、等価交換にもなってねえな。業務、お前はどこかに避難してろ。その間に俺がこいつらを。何か言った？お前。逃げるの、私嫌いなの。
なんかあるなと思ったらここまで来てカチカチだったとはな。さく、戦えるんでしょ。あなたも手伝ってよ。言われずともそうするか。ここまで戦っても息切れせずやっていけるだと。仕方ない。もっと強いものを呼び出すか。その鈴が悪魔を呼び出す道具ってわけか。悪い腕ごと破壊させてもらうぜ。へえ、ちょっとはマシなのが出てきたな。マシかどうかはやってみないとわからないけどね。私が突っ込む。柵は遠距離で牽制して。俺に差し出するか。いい度胸じゃねえか。だが嫌いじゃねえぜ。そういうの倒れないんだ。おしめ、俺が乗った日だ。いいかけが落ちだな。おととい来やがる。こんなことが。あんたはこいつの何なんだ。元は保護者、親的な立場だったかな。文字通り返り討ちだがな。だが、殺そうとする親がどこにいる。親は子供に生き抜けというもんだろうが。後悔するぞ。助けたことを。財閥の汚点である、ヨウムを助けたことを。たく、とんだ裏があったもんだ。まさか悪魔を呼び出して従えるなんてな。って、話してる最中から気になってたが。何やってんだ、血を絞り出してるのか。見ての通り、血抜きをして身を細かくさばいてるの。なんで？私の今日の食料だから。おま。悪魔を食うつもりか。私はずっとこうして生きてきた。悪魔を狩り続け、食べ続けてきた。これが、私の日常。はぁ、仕方ねえやつだな。成長期みんなもん食うんじゃねえよ。だって、これしか生きる術ないもん。まともな飯食わせてやるから、一緒に来い。お金ないよ。出してやるから、来い。で、なんか食べたいもんあるか？これ。これとこれと、食後にチョコレートパフェ、ミント抜きで頼む。お前さ、あんなに戦えるのな。12歳の体の身のこなしじゃなかったぞ。生きるには、それしか道がなかった。だから、結果的にああなった。そうか。強くなるしか道がなかったんだな。俺と、同じだな。柵も、同じ。ああ、俺は生まれが特殊だから。ビンゴブックに載ってるんだよ。ビンゴブック。柵って賞金首なの。ああ、よく知ってるな、ビンゴブックのこと。お、いたぜ。食べちまうか。人が食べるご飯、いつ以来だろう。ぶっちゃけ、いつ以来なんだ。多分、3歳とか4歳とか、それ以来だと思う。はん、闇深いような匂いがプンプンしやがるぜ。たく、もう真っ暗じゃねえか。あいつに迎えに来てもらうか。さすがにこんな深夜は、寝てるんじゃない。確かにそれもあるか。仕方ねえ、ホテル取るか。私の塾でいいけど、ずっとそうだったし。俺が嫌だっつんだよ。一番安いところって言ったが、普通にいいじゃねえか。先に風呂入れよ。今日の戦いで埃まみれだしな。うん、わかった。ねえ、サク、このドロッとした液体何？あ、シャンプーとコンディショナーとボディーソープだろ。知らないのか？知らない。今まで川とかで体を洗ってたから。たく世話の焼ける。いいか、使い方はな。終わったよ。なんか、すごいいい匂いするんだけど。それが普通だっての。お前が異端児なんだよ。じゃ、俺も風呂入ってくるわ。うん。ふう、これで全部済んだな。そうだ、ヨウム。何？お前、今の今まで一体何があって、こうなってたんだよ。身の上話をしろと。まあ、気になるしな。悪魔を食べるなんて言い出したやつだ。なんでそうなったか、気にしない方が無理だ。どうしようかな。明日起きてから、考える。そうか。
まあそれでいいぜ。じゃあ、寝ちまおう。